タイムバックだ。この扉開かないよ。どこかで鍵を手に入れないといけないな。よう、キリトたちもこの遺跡にたどり着いてたか。だがその調子だとまだ手に入れてないみたいだな。クライン、もしかして。そうよ、ほら、多分ここの鍵だぜ。NPC から情報を集めててな、助かっただろ。それじゃ俺はここで失礼するぜ。ほら、お見事だったよ。扉の前を像が塞いでるね。この像を何とかしてどかす必要があるな。ダンジョンのどこかに移動させるための仕掛けがあるのかもしれないね。このいかにもって感じから言って、この遺跡は重要な役目を持ってそうね。さんの腕前堪能させてもらったぜ。これで決めてやる。柄だね。次は私の番だね。ていっ切れたんだ。これで決めてやる。任せてくれ。ここがボス部屋のようだな。このままボスに挑もう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。マナが切れたのか。ダメージは感じねえな。甘いわね。これで決めてやる。大したことなかったな。私も結構やれるでしょ。余裕だったぜ。おめでとうです。任せてくれ。アイテムゲットしたよ。古い書物と鍵ね。一体何に使うのかしら。この鍵、錆がひどすぎてこのままじゃ使えないんじゃないかしら。そうね。でもサビを取るような素材は見たことないし、何か特殊なアイテムが必要かもしれないわね。せっかく手に入れた鍵なのにすぐには使えないんだね。こっちの書物の方はさっきの装置を動かすヒントが隠されてるのかもしれないね。ああ、早速見てみよう。何かの暗号ですかね。これって古代文字じゃないかな。さすがに書いてある内容まではわからないけど、こっちの図は平らな板の上に人が浮いてるわ。つまりあの装置は人を浮かせるためのものってことか。だとするとこっちにあるのはそれを動かす動力になるアイテム。これじゃあ具体的に何をすればいいのかわかんないよ。もう少し情報収集した方がいいんじゃないかな。そうだね、町に戻って情報を集めよう。お見事だ。これで決めてやるさ。どうだ。相変わらずだな。任せてくれ。ナイス攻撃だったね。すごいな、この調子でいこうぜ。攻撃だったね。回復するぜ。任せてくれ。仕事がいっぱい。今はこういったものがありますよ。お気をつけて。またいつでも来てくださいね。任せておいて。うん、楽しみだね。仕事がいっぱいですよ。またいつでも来てくださいね。あ、クライン。クライン、どうしたんだ？おい、なんだよキリトかよ。動かすんじゃねえよ。お前こそぼーっとしてどうしたんだ？また失恋でもしたのか？ちげえよ。ちょっとあの子の情報を見てただけだよ。あの子？ああ、あのセブンって子だよ。歌がすごく流行ってるだろ。ああ、俺もちょっと気になってるんだ。あんな小さいのに歌うまいよな。だよな。それでいてリアルでは博士でもあるんだぜ。現実世界の天才博士かつ VR 世界の大人気歌姫か。いや、ほんと大したもんだぜ。あの子はリアルではネットワーク社会の研究をしてるんだ。ん？それでセブンとしての歌詞には共存とか平和を歌っている。つまりこの2つは別軸の活動ってわけじゃないんだよ。なるほどな。しかしキリト、お前相当調べてるんだな。別にそんなことないって。そうだキリト、そろそろパーティー組んで攻略しようぜ。なあ、いいけどどこか行きたいところでもあるのか？実はな、この前とあるダンジョンの鍵を手に入れたんだよ。ちょうどいいからそこ行かねえか？分かった、準備してくるからちょっと待っててくれ。おうよ、俺はここにいるから早く来いよ。クラインと一緒に攻略に行くにはパーティー編成に入れる必要があるな。欲しいものはありそう？お買い上げありがとう。毎度あり。毎度あり。他に何か用はある？次の来店を待ってるよ。何か買うのか？他にはな。いつでも来いよ。あら、今日はどうしたの？他にやりたい。いつでもいらっしゃ。おう、何か欲しいものがあるのか？いつでも来い。あら、今日はどうしたの？よーし、始めるわよ。はい、強くなったわよ。また来てね。よろしく頼むぜ。おお、キルト、準備できたみたいだな。なあ、クラインが言ってたダンジョンはどこにあるんだ？草原の島の天衣門から北の方だ。早速攻略に行こうぜ。調子でいきましょう。すがだね。任せてくれ。ここが目的のダンジョンか。扉に鍵がかかってるみたいだな。そこでこの鍵の出番だぜ。今開けっからちょっと待ってろよ。これをこうしてよし、開いたぞ。そんじゃ攻略開始だぜ。みんな俺についてこい。クラインはなんであんなに張り切ってるのかしら。いつも以上に騒がしいわね。さあ、詳しくは知らないけど、俺たちが準備している間、宿屋の前でずっと待ってたぜ。お前ら何話してんだ。もたもたしてっと置いてくぞ。ああ、わかった。今行くよ。すごいな、この調子でいこうぜ。だってやるときはやるんだぜ。はい、任せてくれ。勢いで空気が噴出しているわね。さっき動かしたスイッチはこれを動かすためのものだったのね。そうか、なるほど。これを使えばあそこの通路まで進めそうだな。これって女の子にとってあまり嬉しくない移動方法だね。お前本当に歌姫セブンのことが好きになっちゃったな。そうな。歌を聴いてるうちにちょっといいなって思い始めちゃってさ。ファンになる。違えよ。ファンみたいなミーハーなもんじゃないんだよ俺は。もっと崇高な気持ちで彼女のことを尊敬崇拝してるっていうか。完全にハマっちゃってるんだね。任せてくれ。ス部屋に着いたみたいだ。どうする？このままボスに挑もう。よし、それじゃ行くぜ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。で決めてやる。マナーが切れたのか。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。しまった。パパ、敵の体力が残り少しです。ま、こんなものか。こんなの楽勝よ。しゃあ、見たか俺様の実力。やりましたね、お見事です。噂通りあったぜ、トントゥの花。へえ、こんなのが ALO にあったんだ。面白いところをついてくるじゃない。シノンさんは知ってるんですか？ええ、トントゥは北欧の森の妖精なの。もともと ALO 時代がケルト北欧神話をモチーフにしてるわけだよな。そうね。でもその中でもこのスバルトエリアはテーマ性を色濃く表現している気がするわ。モンスターデザインとか設定とか。ああ、道理でモンスターに妙な法則性がある気がしてたんだよな。そうね。これからは北欧神話の神々をモチーフとしたボスとか出てくるかも。アース神族とか霜の巨人とかいろいろと想像が膨らむわね。ちょっと楽しみかも。そうだな。そう考えるとなんかワクワクするな。それにしてもシノン、お前そういう伝承とかに詳しいのか？読書とかが好きなんだけ。それだけよ。そうか。とにかくトントゥは北欧では幸せを運ぶ妖精と言われているのよ。へえ、なんか素敵ですね。クラインさんはこの花が目当てだったんですか？そうよ。この花は幻の花って言われてる超レアアイテムなんだよ。これをセブンちゃんにプレゼントするぜ。目的はそれかよ。最後の最後でしらけたわね。ファンなのね。ファンじゃねえって。そう、俺たちはクラスタなんだよ。クラスタってネット用語の？確か草って意味だよね。セブンを花として集まるたくさんの房か。めでる対象と心のつながりがあるって言いたいのか。なるほどな。キリト君？いや、俺はあくまでクライの気持ちを代弁してみただけで。そうだ、セブンちゃんを普通のアイドルとかと一緒にしてもらっちゃ困るんだ。うおー、セブンちゃん、これれからも愛し続けるぜ。あー、ダメね。完全にハマっちゃってる。ちょっと疲れたわね。さっさと町に帰ろうよ。ああ、撤収だな。おい、みんな待ってくれよ。必要なことはあるかしら。いつでもいらっしゃいね。あら、今日はどうしたの？いつでもいらっしゃいね。毎度。相変わらずあくどい商売やってるな、エギル。おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー、肩を落として帰ってったぞ。まったくひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ねえ。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。容姿だって立派な商売道具だろう。で、今日は何の用だ。まあ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ？結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのかよ。まあ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ。たんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか？ああ、こないだクエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。へえ、レアアイテムでもドロップしたのか？レアといえばレアなんだろうけどな。まあ、とりあえず物を見てくれよ。宝箱？普通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで持ち運べないよな。そうなんだけどよ、こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだよ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ？それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそれ。中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃあ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。くそー。いや待てよ、そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。ああそうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。いや無理だろ、そんなスキル持ってないし。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだね。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱鍵穴があるけど、鍵は見つからなかったのか。ああ、パーティー組んでたやつらと一緒に周辺を探してみたんだけどよ、鍵らしきものは見つからなかったぜ。そこで相談なんだが、キリト一緒に探してくれねえか。俺が見つからなかったんじゃないのか。頼む、もう一回だけ探してんだ。お前しか頼むやつがいないんだよ。分かったよ、俺も宝箱の中身が気になるしな。おお、ありがとうよキリト。その代わり鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。分かった、その要求飲んでやる。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから、金を折半するといい。ちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ分かった。おう、何か欲しいものがあるのか。いらないアイテムどんどん。ありがとな。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。ありがとな。ありがとな。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。いらないアイテムどんどん。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。ありがとな。ありがとな。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。他には何かあるか。他にはいつでも来いよ。よし、行ってやるか。クライン、準備できたぞ。そっちは準備万端みたいだな。おうよ、それじゃ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど、前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おう、どうした、何か心配事でもあんのか。ていてい、任せてくれ。これでもくらいな。はっ調子いいみたいだな、フライン。これで決めてやる。これで決めてやる。でかしたキュート。テイッテイッ、任せてくれ。マジですげえよキリト。おいキリト、あれを見ろ。他のモンスターとは違う雰囲気だ。もしかしたらあいつが鍵を持ってるのかもしれないな。そりゃああいつを倒してみればわかることだ。キリト、準備はいいか？ああ、クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。それじゃあ行くぜ。そりゃマナーが切れたのか。まだ大丈夫だ。これで決めてやる。このくらいなら大丈夫だな。結構やるじゃねえの。無理はするなよ。これでクリアだな。ったく勘弁してくれよ。これを使うか。よっしゃー、撃破したぜ。おいクライン、見ろよ。あれはもしかして。鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかしたまには野郎2人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組みやがるからな。俺にも一人くらい分けてくれよ。なんだか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。タキよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけどクラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺はアスナを選ぶな。相思相愛ベタボロですか。独り身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし町に戻るか。せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。おいキリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。おう、キリトと暗いんじゃねえか。おめえ当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いやまだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。へへまあな。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。ああいいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これはなんだこれ。本？写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。全くこのゲームレーティングいくつだっての。お子様には刺激が強すぎるんじゃねえか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて早速中身を拝見して。うわー、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろう、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あいやー、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つうかキリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるならそうなのかもな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが仕方ねえ。これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろう。男に必要なのはな、熱意なんだよ、熱意。一応苦労して手に入れた中身だしもらっておくよ、一応な。頑張れよ。キリトは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。え、アスナ、ゆいちゃん、いらっしゃい。なんでまたこのタイミングで。3人で何してるの？あ、いや、大したことじゃないんだ。背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ？怪しいねえ、キリト君、何を隠してるのかな。だから別に。えい、あが、あ好きあれ。なになになにこれ、写真集か何か？ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん。まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるのに、なんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。暗い、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。はい。暗いのやつ、後で覚えてろよ。